嫁さんでください。嫁さん。うるさい。あの、突然のことで驚かれたかと思うんですが、長澄さんに昼間のことの責任を取ってほしいんです。昼間のことの責任。で、なに？やろうか！うるさいよ！父さんの知らないところで何をやってたんだ！俺の左をこっち押しやがって！中学生でファンビなんて！あんたにも！あんたにも！お母さんにわかんない！夜分遅くに失礼いたしやす。極道さん！でも真ん中の人はちょっと自分ね。母さん？うるさいよ！大丈夫ですかい、婿さん。マザー、人工呼吸。自分の負けろ、負けろかな。うるさいよ。ああ、いけないと分かっていながらも帰ってきてた。俺のファーストキスの相手はマザさんですか。少し羨ましい。後で話し合おう、お母さん。